こんにちは。地域発子育て応援番組子育てポケット。この番組では地域でもっと子育てを楽しむための情報を毎月お届けします。今回は長野県立大学様ご協力のもと県立大学よりお届けしております。今回のテーマはイヤイヤ期どう乗り越えるです。2歳頃から始まると言われるイヤイヤ期、成長の段階だと分かってはいるものの、いざその時期を迎えると頭を抱えてしまう親御さん多いのではないでしょうか。私の子供もまさにこれからイヤイヤ期を迎えるのでとても不安です。今回はそんなイヤイヤ期について長野県立大学の先生にお話を伺います。この番組は一般社団法人信州子育て未来ネットの協力でお送りします。今回お話をお聞きするのは長野県立大学健康発達学部子ども学科の金山美和子准教授です。よろしくお願いいたします。お願いします。早速なんですが、子どものイヤイヤ期っていうのは、はい、いつからどうして始まるんでしょうか。そうですね、イヤイヤ期っていうのは1歳半を過ぎてから子どもの成長発達によって個人差もあるんですけれども、だいたい3歳を過ぎるくらいまでの間に訪れるものと言われています。言葉や体がそして心がこう成長発達していく過程で、どうしてもこうどの子にも現れる時期なので、成長発達しているからこその訪れるものっていうふうに考えていただけるといいかなと思うんですけど、その子なりにやってみたいことがあったり、意思がだんだん出てくるっていうか自我の芽生えっていうんですけれども、でそれとあとやってみたいことがあるのに、やっぱりこう自分の手足がまだこう身体機能の発達が十分ではないので、うまくできないこととのそのこうせめぎ合いもあって、でやりたいっていう欲求があるんだけれども、うまくできないっていうところでいやいやスイッチが入ってしまうというか、はいですね。で最近の脳科学の研究で、その抑制機能を司る前頭前野っていうところの発達が子どもの頃はまだ十分ではないために、なかなかこう我慢ができない、育て方が悪いとかではなくって、その脳の機能の関係でこう我慢するのが難しい時期なんだっていうことが分かってきています。親がそろそろ帰ろうかって言っても、子供はまだ帰りたくないっていうふうになかなか時間通りに行かないことも多いんですが、そういう場合はどうしたらいいんでしょう。そういう、こうスイッチが入りそうな状況を回避するためには、子供に満足したなっていう気持ちを与える、満足させるっていうのと、あとは見通しを持たせるっていうのかな、それと子供に選ばせるっていうことが結構有効なんじゃないかなっていうふうに思います。やりたいと思ったことを一生懸命こう子供が取り組んでるのを邪魔しないっていうのは、子育ての中では本当はすごく大事なことなんですね。でもやっぱりどうしてもこう帰らなきゃいけないとか、次の予定があるとかっていうこともあるので、ちょっと見通しを持ってっていうんですかね、例えば3時半にここのこう広場を出てお買い物に行かなくちゃとかっていうような時には、ちょっとこう早めに親も見通しを持って、まずこう3時くらいにとか、ちょっと前くらいにいっぱい遊んだね、どう、もうそろそろ帰る、それとももう少し遊んでくみたいに子供が選べるように。でも大抵の場合、もっと遊んでく、嫌だとかっていうことになるので、じゃあもうちょっと遊ぼうか。でそこで子供が見通しを持ってこう気分を切り替えられるように、例えばじゃあ長い針が6のとこまで行ったらバイバイにしようとか、子供にも分かるようなこう見通しをつけてあげると、割とこうすんなり帰れるようになるかなっていうふうに思います。公共の場で静かにできないときは周りの目線も気になったりするんですが、どうしたらいいでしょうか。そうですね、公共の場で静かにできないっていうのはイヤイヤ期だけじゃなくって、もうちょっと大きくなってきても子ども全体に言えることでもあるんですね。最初からなんていうのか、退屈しないで済むようにいつもカバンの中にこう折り紙だったりシールだったり、ちょこっとこう鉛筆が入ってるだけでも、ハンカチ1枚でも子どもと一緒にこうゲームしたりとか、ちょっと気を紛らわせられるような
子どもがこう楽しく時間過ごせるような道具を持ち歩くっていうのも一つの手なんですけれども、あと少しずつこう周りの人はこうしてるよっていうのも伝えながら、すぐに分かってくれるような年齢ではないんですけれども、自分がどうしてったらいいかっていうのもちょっと身につけてもらえるといいのかなとか思うんですけど、子供ができてることとか我慢、例えばちょっとこう椅子に座ってたりすると、うん、騒ぎ出す前に誰ちゃん今とっても素敵に待ってられるね、大きくなったんだねっていう風に認めてあげることで、あ、もうちょっと頑張ろうかなっていう気持ちになってくれたりとか、だんだん大きくなってくるとしますので、うん、そういうのも大切にできるといいかなって思います。子供がいやいやと泣いたり怒ったりしているときに機嫌が良くなるようにお菓子とかおもちゃを与えることは悪くないですか？お菓子やおもちゃっていうのは本当最終手段というか、いやいやスイッチがなるべく入らないように気分を切り替えるとか、気持ちをこう落ち着かせるっていう手段として、最終手段として取っておいてもらえるといいのかなっていうふうには思います。ね、ダダをこねたからすぐ入っていうのだと、お菓子をもらうためにごねるみたいな感じになってしまうのも多分親御さん心配されることだと思うんですね。いつも食べてるようなこう体にいいおやつを、じゃあおやつ食べる、ちょっとお水飲む、それともちょっとこう外で風に当たってこようか、どれがいいかなみたいに子供に選んでもらったりとか、そういうこう気分を変えるための手段として使うというふうに考えてていただけるといいのかなって思います。子供に何を言ってもいやいやと泣かれたり、親自身も自分の気持ちをコントロールするのが難しいなと感じたりもします。本当にこう特に昼間ね、パパが会社に行っちゃってて、ママと子供と二人っきりでずっといやいやって言われると、やっぱりこう気持ちが爆発しそうになりますよね。でついこう声を荒げて、後でこう、ああ言うんじゃなかったとか、こんなに叱るんじゃなかったっていう風に思うママもの声はよく聞きます。でイライラしたり気持ちが爆発しそうになったりした時の対処法として、泣かせといても大丈夫な危険がなければ、とりあえずこう泣きたいだけ泣かせておくというのも実は一つの手ですね。いいよ泣きたいだけ泣きなって言って、ずっとなんかなだめようとか慰めようとかって声をかけ続けると、こうだんだん親もヒートアップしてしまうので、まずは距離を置く、子どもは泣いてても大丈夫な危険がない場所であれば、自分はちょっとこう離れて違う場所に行くとか、反対にママがトイレにこもって好きな歌を一回歌って出てくるとか、あとはこう自分が顔を洗ってちょっとこうさっぱりして気分を変えるとか、そういう風にしてるよっていうママもいたり、シンプルなことなんですけれども、心の中に留め置いておいていただけるといいのかなっていう風にも思います。あとは子育て仲間を作るというか、支援センターや子育て広場などに行ってみると、いろんな子がいて、いろんな親がいて、いろんな関わり方があるので、あ、うちの子もあんな風にいやいややってるなとか、あんな風にこうやるやり方もあるんだなっていうのを他の親から学ぶっていう点もありますし、あ、うちもあるよそういうことっていう風に他のママたちと話をして、でこう笑い合えるだけでもすごく気持ちが軽くなったりするので、そんな風に、多分時期としてはそんなに長いイヤイヤ期ではないと思うんですけれども、真っ最中にいると本当にこうね、なんていうのかな、出口が見えない辛さがあると思うので、そう対処法をいろいろこう自分なりにまた考えてもらえたらいいかなっていうのも思います。本当にためになる、そして励まされるお言葉たくさんいただきましたが、最後に、まさに今イヤイヤ期の子どもと向かい合っているお母さんや、これからイヤイヤ期というお母さんに向けて一言お願いできますか？そうですね、イヤイヤ期は今の子どもたちに特別あることではなくて、本当にこう昔から人間の成長発達の中で誰もが通る道なので、辛いのはあなただけじゃないんだよっていうことも伝えたいですし、あとはやっぱりちょっとこう厄介な子どもの扱いに困る時期っていう風な受け止め方が多いと思うんですけれども、でもその時期っていうのは実は非認知的な能力という目標に向かって頑張る力とか、人
人とうまく関わる力とか、自己の感情をコントロールする力が育つ大切な時期でもあるんですね。なので日頃から子どもが夢中になっていることとか、そういうのをこう存分に向き合わせてあげられる時間をこうたっぷり作ってあげるとか、そういう機会をたくさん作ってあげるとか、あと我慢ができた時にすごくこうよかったっていうのを子どもと一緒に喜び合うとか認めてあげるとかっていうことをたくさんしていただいて、子どもの成長を楽しんでいただければ、今はこうだけど将来こう大人になった時にあなたのイヤイヤ期はこうだったのよって言ってあげようって思いながら頑張ってもらえるといいかなって思います。ありがとうございます。本当にイヤイヤ期を乗り越えたら、お母さん自身も本当に大きく成長できそうですよね。そうですね。それはあると思います、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。今回は子どものイヤイヤ期について、長野県立大学健康発達学部子ども学科の金山美和子先生にお伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。今回は須坂市南横町にあるこちらのスイーツマーケットカフェさんをご紹介します、雑貨屋が併設されているカフェで、とにかく可愛いものがたくさんあると評判のお店です。早速行ってみましょう。すっごく可愛い雑貨がいっぱいですね。ありがとうございます。こちらはどういったお店なんですか？はい、こちらは楽しくてワクワクするお店をコンセプトに N スタイルという雑貨店をやっているんですけれども、より気軽に立ち寄っていただけるように、あとまたねゆっくりしていただけるように、スイーツマーケットカフェというお店を併設いたしまして、そちらにはキッズスペースもありますので、親子連れの方でもゆっくりしていただけると思います。素敵な雑貨に囲まれながら、こちらのスペースではカフェとしてくつろぐこともできるんです。店内にある雑貨はオーナーの浅野さんが自ら取り寄せた見た目も機能性も重視した商品で、特に北欧の食器が人気だそうです。お待たせいたしました。こちら当店おすすめのピンクカレーでございます。どうぞ召し上がりください。すごい綺麗なピンクですね、はい、このピンクは何ですか？こちらは野菜のビーツなんですけれど、ボルシチでおなじみのビーツなんですが、そちらのビーツは毛肌を、ね、健康に保つ働きがありまして、野菜の甘みがありますので、とても、ね、カレーがまろやかに仕上がっております。この鮮やかなピンクはビーツの色なんですね。そうなんです。いただきます。本当にまろやかですね、はい、美味しい。お子様もね食べたくなる色なので、甘口にね仕上げてあるんですよ。こちらのカフェではこの可愛らしいドーナツやカップケーキなどのスイーツもおすすめです。あー可愛くて食べるのがもったいないですけど、はい、いただきます。うん、ふんわりしていて甘さもちょうどいいですね。素材も無添加で安心安全なものを使ってまして、お子様にもねとても安心して召し上げいただけますし、お子様も可愛いのですごく人気があるんですよ。そうなんですね。こだわってるのは見た目の可愛さだけじゃないんですね。はい、カフェで、ね、お出ししている食事の食器はこちらの雑貨の方でも取り扱ってます北欧のイッタラという食器を使ってます。そちらも、ね、使い心地を楽しんでいただいて購入もできますので、ぜひお声掛けいただければと思います。お買い物もしていただいた後に美味しい、ね、食事やスイーツを食べていただいて楽しんでいただけるようになっておりますので、ぜひお越しいただきたいと思います。子育てポケットに出演していただいたお店には、こちらのポケットくんステッカーをお渡ししています。ぜひ見つけてみてくださいね。今回は子どものイヤイヤ期について先生にお話を伺いましたが、私もこれから子どもがイヤイヤ期を迎えるにあたり、気持ちをため込まずに向き合っていきたいなと思いました、うん、私たち保育園もイヤイヤ期の保護者さんにもっと向き合っていければと思います。今回の子育てポケット、この辺で失礼します。失礼します。